ザ・ワン。見えてらっしゃいます、もしかして。いやマジこの飛距離えぐい。いやいいサイズですよ。あ、味釣れました。このライン感度いいっすよ、ね、感度いいね。これでしょ。わ、それいいサイズ、ね、いやマジいいサイズやん。今日一でしょこれは。やばい、こんな感じです。やばいやばい。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんはっていうか昼間ねちょっとアジング、ええ、やったんですけどちょっとダメやったんで、はい、今ですね、はい、素晴らしい情報を聞きつけまして、うん、めちゃめちゃね、カシオがいるという情報を受けて、はいはい、今回ですねアジングのラインですね、これをね面白いですね、はい、新しい、はい、ドン、はい、デュエルから出てるザ・ワン、ワン、はい、0.085、 そう、これがなんか設定で一番細かったんですけど、ほう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 、まずやるなら一番細いのからだろうと。なるほど。巻いてきてたんですけど、うん、糸結びが大変でも感度ビンビンな仕掛け。そう、ビンビンで、なんか説明ではちょっと摩擦に弱いってはなってるんですけど、うん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 、感度がすごいから、うん、直結び、うん、もうリーダーもかませず直で結んだら新たな世界が開かれるみたいな怖なんかちょっと怖いわ、その世界ポリエチレンフュージョン素材、 PE っていうのはポリエチレンの略なんですけど、基本的に一緒らしいんですよ。 PE と一緒、 PE と一緒やけど、ただ作り方が違う、その編み込んでない独自製法、デュエルらしいです。もうデュエルは独自が大好きなのよ。ただめっちゃ強いです、強度全部3倍。うん、そうなんだ。かけいいってもんじゃないからねデュエルさん、これもしっかり忖度抜きで、はいはい、やっていきますから、やっていきますね、バシバシいきますから、ね、はい、釣ってみましょう。よろしくお願いしますお願いします。大人の時間ということで、はい、ナイトアジングを今からやっていきたいと思います。あ、見えてらっしゃる。やってきました。はい、登場しました来ました。今日皆さんにアジネスさんのね実力を、じゃあ意気込みをちょっとバシッともそいでもスタートしましょう。アジネスとの味の釣り方見てこいえ。もう一個ちょ、もう一個別に、もう一個ちょ、面白いやつだよ、面白いやつですね、うん、アジニストが味を釣る、イエーイエー、ワンツーワンツーワンツー、アジアジていうことで、夜の部昼釣れなかったのでリベンジですね。あ、当たってる当たってる、来た、来ましたよ、豆ちゃんですけど来ました。ちっちゃいね。ちっちゃいですね。マジやけど、どうよラインの方は。ライン、うん、マジパッツンパッツンっすよ。パッツンパッツン、張りがあるってこと。張りがある、へぇ、多分感度はいいんだと思います。なるほどなるほど豆ちゃんだから表層の感じなんですよね。表層でこう、いやマジこの飛距離えぐい。まず飛距離がすごい。おおお、おお、マジだ。お、ちょっと待った、でかいでかいでかい、早く上げて早く上げて、ナイス、おいしょしょしょ、いいサイズ、いいサイズ、ボジェスト、いやでかいかないやいいサイズですよ。あ、これ22は超えてますね。超えてるね。リルレさんがねここの上野島が効いてる、うん、ちょっと離れてるんですけどね、そうそう、釣り場所からは効いてるっていうからしたら本当に効いてましたね、シャローより。あ、釣れてません。味、あ、味どうですか。味だけどちっちゃいのよ。ちょっと赤ちゃんの方ですね。赤ちゃんだった。いいじゃないいいじゃないいいじゃない、赤ちゃんだった開きましたね、説明してる間に。赤ちゃん赤ちゃん、リリースしましょう。でかいのがいい。でかいのがいい。でかいの。でかいの。なんか言いたそうですね。アジニストが後藤に。はい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 。ここいましたね。塩がたまるエリアは味も好むんでしょうね。プランクトンが集まってたまってるんでね。味好みでしょう。これはお菓子やと。リルで食べ物ばっかりはやめてくれと。はい、そういうことでやっておりますけどね。はい、うわ、ちっちゃいっていうかもう金魚やもん俺は。マジメバルまでそんな感じはするよね。うわ、でかいの泳いでるわ。跳ねてるもんね。
いや、いや来ないよ、大丈夫。よいしょ、いいサイズと思います。いい、どうかな。いや、まあ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 、いいサイズ、いいサイズ。あー、ちっちゃい。いや、ごめんなさい。いやいや、いいよ、いいよ。あ、かぶっとる。俺のやつやから俺のラインやから。これは、何が、あ、アジリストする浮きから右側やけ、アジリストのポジション。あー、すいません、すいません。ダメよ、こっち浮きから右側っすね。そうそう、ドラグが緩いのよ。はい、味釣れました。分かった分かった。表層ね、表層やけど、表層は豆ちゃんなんでしょ。要は場所は分かったけど、表層ですね、豆ちゃんは。このライン感度いいっすよね。感度いいね。やばいっすよね。感度いい。ちょっとペッてつまんだだけでも、うん、めっちゃビンビンくるっすよ、ね、ビンビンくる。良すぎていろんなとこに合わせてしまうぜ。分かるわ。アジニストにもちょっと使ってもらえたかけど、やっぱり断るやろうな、アジニストは。借りていいっすか。うん、かい。飛距離もいいね。これ荒株や、俺の。いや、アジか。お、お、まあ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 ある、まあまあある、まあまあある、まあまああるやん、これ、ほら。それはいい。来た、来た。これ、これ、これ、これ。俺のアジニストなりたい。やりたくない。これでしょ。うわ、それいいサイズ、ね、いや、マジいいサイズやん。今日一でしょ、これは。やばい。こんな感じですね。やばい、やばい。いや、これ感度いい。いいっすよね。ワン、めちゃめちゃいい、これ。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。釣れたやん。釣れましたね、しっかり。ライン良かった。いや、ラインめっちゃいい。ライン良かったっすよ。これめっちゃいいっす。ザ・ワン。飛距離がまずいい。いいね、めっちゃ飛ぶ。なおかつ P ラインって、うん、軽量軸端の時に、うん、沈まないイメージがあったんですよ。ああ、 P が浮いて、ああ、うん、でもこいつちゃんと沈むから、デメリットやなって思いよったところも、うん、ちゃんといいし、うんうんうん、なおかつ感度が、感度やばいね。やばいっすね、うん、一番は感度。感度、ね、俺感じだとはもう感度が一番、うん、好き。このライン好き。持ちは 0.08、はい、で僕は 0.15、うん、はい、巻いてたんですけど、素晴らしいです。今のところトラブルもないし、ないですね、デメリットがないです、うん、ないですね。もう金額もだって2000ぐらいだろ。ですね、ね、うん、コスパもいいし、うんうん、いや、いいラインじゃない、ないでしょうか。と思います。ザワン、ぜひ皆さん気になったら、はいはい、使ってみてください。試してください。以上、アジングザワンインプレ動画でした。ちょっとでもね、参考になったよーちで、アジング行きたいなーちで思う方はですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは最後にね、アジニスト文雄先生に締めていただきましょう。先生、最近ですね、モノマネのレパートリーが増えたみたいで、はいはい、新しいモノマネ、はい、長州力。もう怖い。このオドムターヌ、シャコーズムターヌ、エッグングロッツとか大したもんだよ、ほんと。続けまして、はいはいはい、田中邦衛。あの、汚れた一万円札、ね、一緒ですよね。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、はい、ヒップラン&スーパーライトチギング、当たりましたね。じゃあやりましたね。あ、出す。これはでかい。
これがアオリイカと申します。何ティップラン、おもろいティップラン。どうなの、はやちゃん。でかいですよ。でかいですか。ウィーあざまー